じゃ厳しそうな気がするな。ゲイ、バレてねバレてね。オッケー。シャス田中です。今回は KRM を使ってドミネーションやっていきたいと思います。さーてみんな出てきてくれー。出てきてくれーっつってね。ブラボーにこれ直で突っ込んどうだろうこれ。これちょっとショットガンじゃ厳しそうな気がするな。ゲイ、バレてねバレてね。オッケー。この華麗な華麗なハンドガンさばき見たかこの野郎。オッケー、いいね。これ敵が来そうだな。近くにいそうだな。これ結構なんか遠くから撃ってくるな敵。これもうね KRM のねちょっとね使い方をねいろいろ研究中です今。あ、もうアルファ取るかこれ。もうチャーリー落ちるからアルファを速攻取りましょう。 KRM はねこれねなかなかねラピッドファイヤーラピファツ系ってもう結構遅いんですよね次の弾が出るのがね。そこはちょっとネックの武器です。さあさあさあショットガンの得意な前においで。ここだそうだここでも別にいいんだけどさ中指連射が炸裂するぞゾイ。やべやべ。オッケー。ちょ待って待って A は別にいいと思うじゃん。許さないんだな。あ、ブラボー落ちちゃったな。マジか。ちょっとブラボーはいけるかと思ったけど結構いた？いますね。オッケー任せろ。よしよし私もだよ。ねここら辺に置いとこうかな。いるいるいる。あれいない？あ後ろにいたね。こっちに一人いるかなと思ったんだけど。おお。オーバードライブで走れー走れ走れー。とう。おう。危ない。危ない。乗り越え最中でも。わあここでやっぱ反射になったら、こうパッとね、ハンドガンに持ち替えて撃つっていう最初のやつ、あれうまいこと決まったな今思えば。あれ結構理想なんですよ。どうするこっち来るか。ここか。よう分からんね。相変わらず、ここの。よし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 。よしよし。オッケー。ちょっと待って、俺らブラボー行った方がいいんじゃないか、これ。ブラボー行こうぜ。どうなんだろう。いける？こっち。待って、クダ武装。始めるぞ。オッケー。任せろ任せろ。いいぞ。よしよし UAV。 そんなー逆にもいたのか。あーそうかそうか。ブラボー間に合うかな。それおっしゃ。待って待って。よしブラボー守ったぞ。待って待って。またまたブラボーに敵が。待ったブラボーまだ守れてる。オッケー。今のとこブラボー守れてれば OK という感じですよ。さあこっち来そうだね。ああダメか。ちょっと引き気味で撃っちゃダメなんだよなこれ。なかなか前半はね相手の意表をつけることが多いんですけど、後半になってくるとなかなか難しくなってくる武器なんですよこれ。オッケー。リロードは厳禁だからね。オッケーこの連射はなかなかのもんですよ。僕はモンハン持ちですね今ねこのレート制限ってほんとないの大丈夫なのかなこのゲームね。ちょっとここはちょっと遠いところの敵が。これどういう風になってんだろう。あ、一人入ってったぞ。ちょっと待って。あ、ブラボーやばそう。ちょっとルーインだったらここでね。はは弱え。
おいおい、今のルインのグラビティスパイクだったらめちゃくちゃ美味しいところだったのにな。ショットガンスカるんだもんな、これでも。だからこの武器なんだろう、中央に本当にど真ん中当てないとダメなんで、めちゃくちゃ難しいですね、ほんと。いやー、まあハンドガンのおかげでね、遠距離はなんとかなってますけど、ハンドガンすごい強いね、これね。いやー、まだ中指連射からエイムがちょっとね、あんまり動く敵には対応できないけど、止まってるような歩いてるぐらいだったらね、まだなんとかなるんですよね、これね。いやー、なかなかもう夏だな、ほんと。まあもう、まだね、まだあれですけどね、夏って感じにならないけどね。でも最近、あ、でもそんなに暖かくもないかな、やっぱ2月だしね。まだまだ寒い日が続きますよ。どうしよう、ここの最初の1回目はダメだ。 OK、 ちょっと待って、危な、待って、当たれ、うわー、ここの手すりのせいで当たらなかった。いけって思ったら味方じゃなくて敵のだった。無理、おお、2キルゲット、やったー。待って、クダゲット、待って、ここ押さえとくわ、絶対来るから。危ねー、よし、ナイス、ブラボー、いいぞ。敵の、オッケー。待って、管の弾がもうない。忙しい、この B は本当に忙しいね。なかなか忙しい。ブラボーの守りが、こう、お、危な。危ねえよー、怖いよー、待って、ここに来るのか、待てよ。あぶね、あれドラコンかなんかかな、ちょっとこの人落としてるから拾、あ、ドラコンだ、やっぱりなんか変な音だなと思ったら、マジ、うわー、2人もうこんな来てたのか、なかなか怖いですね。ブラボーが飛び散りそう、大丈夫か、大丈夫、いや、ブラボーじゃなくて真ん中のあれにやってんのか、これ。あ、ブラボーいける？なんかスナイパーみたいだね、使い方が。一回撃ったら次ショットガンで撃つんじゃなくて、ハンドガンで確実に仕留めるっていうね、パターンですよ。そうやんないとね、ちょっとね、恐ろしいんですよね。次2人目の敵絶対死にますからね、そうしないと。これ大丈夫なの？ちょっとブラボーの中から速攻でチョッパーの超特急で攻めに行きますよ。あ、なんとかなってますね。え、なんとかなってんな。あらららら、ちょっと待って、謎だぞこれ。結構謎なリスポーンになってますね。いたハンドガンキャンパーですね、これは。これは有名なハンドガンキャンパーですね。あれ、これそうじゃない、アルファから。待って これは楽しいね、楽しいと思うじゃん。あ、待って、当たんね。よし、あ、マジか、めっちゃ来たじゃん。どんだけ人気なんだここ。死んでるしいやー、味方さん行けー。多分味方さんがあっち行くってことは、敵がこっちに来てるってことだな。いいトリップマインですわ。危なっ、何、どうした、突然のビリビリやめろ。どういうリスポーンだよマジで。いやー、でもあれですね、このリゾート地じゃないな、テーマパークだね。そういえば最近ディズニーランドの値上げがあったらしいですね。ユニバーサルは便乗値上げしたんだっけ、あれ。なんで値上げすんのかな、やっぱり。まあ別にね、あれは独占
してる気がするんだよな。携帯会社が3社ね、今 au、 ソフトバンク、ドコモとね、あれがあのなんかこうね、やっとこさなんか、まあ、料金の見直しだとか何度かっていうのをね各社やった、まあ、感じがあるじゃないですか。あれと同じだよね、テーマパークもね。ディズニーランド、ユニバーサルっていう、そのなんだろう、強い企業一強でなんかやってる感じするよね、あそこ。ほんと、くる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 、やばいやばいやばい、これやばい、これやばい。おっとおっと、あー、ここで外す。ほんと、あれはね、どうなんでしょうね、オリエンタルランドさんは。いやー、いいのかな、まあ、他にもいろいろあるはあるけどね、テーマパークは。あー、負けた、くっそ、負けるんだ。やっぱり横移動の敵には追えないんだよな。これやると人差し指になっちゃうから、危ない。待って、ここ走るよー、イエーイ。 ICR、 ラジコン、おし、ナイス。待って、おっと、危ない。待って待って、なんか奥にいたような気がする。オッケー、ブラボー、ナイス。なんか逆取られてるね。どうしよう、こっち行くか。いや、まあでもディズニーランドはもうほぼ行くことはないと思うけどな。そんなに行きたいと思わないから。ディズニーランド行くんだったら富士急ハイランドに行きたいですっていう、そういう感じですね。まあでもね、ディズニーランドはさておいて、富士急が値上がったらちょっと大変だね。でも富士急その代わりアトラクションいっぱい増やしてくれるんだったら、それはそれでいいかなーなんて思うところがあったりなかったりって感じです。おーい、おい、ドラコンのやつ倒したらよかったか。ウィーベーン、どうしよう、なんか裏来てんな。あら、ライトニングスライド打てなかった。待って待って、ここなんかいるよ、いるよ、なんかここ、これ敵やん。またここに敵がいそう。あ、終わったという感じでね、今回はね、あのスプラッシュやってまいりましたけどね。みんなどこに行く？ディズニーランド、 USJ、 富士急ならどこに行きますか？私はコスモワールド、違うか、スペース、違う、コスモワールドだっけ、なんだっけ、それとか、あと、なんだっけ、あんまりね、長島スパーランドとかそこら辺なんだろうね、あんまり行かないからね、わかんないよね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。